先日のワールドカップアジア2次予選、日本は無事に連勝で好スタート切れたな。そうね、選手のコンディションやアウェー戦など不安な部分もあったけど、蓋を開けてみれば2試合とも亡霊で、日本の快勝だったわね。さすが私の日本代表ね。いつの間に日本代表はお前のものになったんだ？いいじゃない、それくらい気分がいいってことよ。まあ、いいか。ワールドカップ2次予選の次の日本の試合は来年2024年3月と少し期間が空いてしまうな。そうね。でも、それまでにも日本代表戦あるわよね。ああ、もちろんあるぜ。2024年元旦には早速親善試合もあるし、年明け1月にはアジアカップも待ち構えてるぜ。いいわね、どちらもすごく楽しみだわ。よし、それじゃあ今回も日本代表関連の話題をどんどん紹介していくぜ。いいわね、早く教えてちょうだい。ふっ、じゃあ早速、先ほどもちらっと伝えたが、2024年1月にはアジアカップが開催されるんだが、やはり日本はアジア諸国から警戒されているようだぜ。きっとそうよね、最近公式戦8連勝と日本絶好調だものね。ああ、特に、韓国は特に日本を警戒しているようで、日本代表と韓国代表の比較記事も報道されたんだ。へえ、そうなのね。アジアの永遠のライバル、韓国 VS 日本のどちらがより強いだろうか。という題目で、日本代表と韓国代表について言及しているぜ。韓国も国際 A 代表戦でサウジアラビア、チュニジア、ベトナム、シンガポール、中国相手に5連勝中と、勢いに乗ってるから侮れないわよね。その記事にはなんて書いてあるの？中国代表のヤンコビッチ監督はホームで韓国に0-3で完敗した後、韓国は明日ワールドカップを開催するなら準決勝に進むとしても全くおかしくないほどレベルの高いチームだ、と絶賛した。と中国監督の称賛のコメントを紹介し、パクチソン、ホンミョンをユンジェラを擁して、韓国サッカー史上初めてワールドカップベスト4まで進んだ2002日韓ワールドカップのチームを凌駕する歴代最強の戦力と言える。と、伝えているぜ。自信満々ね、いいじゃない。そして日本代表については、今年3月の国際 A マッチは1分1敗と振るわなかった。南米の強豪ウルグアイに1、1ドロー、コロンビアに1、2と結果は芳しくなかった。と言いつつも、しかし、日本は8連勝と無敵のチームになった。と、現在の状況について評価しているぜ。そうよ、日本だって絶好調よ、どんな国でも負けないわ。さらに同メディアは来年のアジアカップについても、韓国と日本は2024年カタールアジアカップで対戦する可能性が非常に高いと予想しており、韓国代表のユルゲン・クリンスマン監督が日本との強化試合を希望していることなども報道しているぜ。これはますますアジアカップが楽しみね。そうだな、さらにこの話題についてサッカーファンからいろんな声が届いてるぜ。日本は歴代最強でかつ現アジア最強だけど、韓国も過小評価してはいけない。今の韓国も客観的に見てかなり強いから、油断せずに叩き潰してほしい。純粋にサッカーの試合として楽しめることを願う。そうね、油断は禁物よね。ああ、どこの国だろうと全力で挑むべきだな。ちょっとした無敵艦隊だね。ただ本家スペインが昔から予選や親善試合で無双して本番を勝てないことを揶揄して無敵艦隊なんて言われてたけど、日本はそうならないことを願う。あともと南米を最も苦手としてきただけに、南米の強豪と試合をたくさん組んで苦手意識を克服してほしい。確かに南米との戦いも避けて通れないから、積極的に試合をすべきよね。今の日本の実力がどこまで通用するかも見てみたいしな。日本の方が現状を上回っていると思われる。さらに戦術的にもバリエーションは日本の方が豊富だと思う。唯一怪しいのはセットプレーで、日本はそこを改善しないと、より高みを目指すには現状足りていないと思う。やはり日本のさらなるレベルアップを願う声が多かったぜ。そうね、日本の目標はワールドカップ優勝だもの。もっともっとレベルアップしないと、夢のまた夢で終わっちゃうわ。5連勝無失点といってもディフェンス力が試される国とどこもやってない事実。チュニジアは日本戦のおまけの試合だったため、選手もまだ揃わず2軍&時差ボケ&モチベなし。これで天狗になってアジアカップ臨むのだから、どうなるのか面白い。そんな状態の敵と戦って勝っても、本来の実力を試せれてないからあんまり意味ないと思うわ。そうだな、ベストな状態の相手と戦ってこそ真の実力がわかるってもんだぜ。日韓の選手のクオリティが一緒なら、なぜ FIFA ランキングが違うのか。質が同じでも欧州で通用する選手の数が圧倒的に日本が多いと言いたいのなら、それこそが選手層の厚さの違いであり、サッカーにおける力の差につながるのではないだろうか。日韓を比較する前に自分たちの選手育成法や戦略を見直すことをお勧めするけどね。そうね、
国のことよりもまずは自分の国のことに目を向けるべきね。他国はいくら煽ったり羨ましがったりしても、レベルアップにも何にもならないからな。日本をライバル視するのは勝手ですけど、現状ではアジア最強決定戦に挑戦する資格すら持っていないことを自覚してください。あと韓国としては歴代最強かもしれませんが、日本を筆頭に他のアジアの国々はそれ以上にレベルが上がってるんですよ。いつまでも自分たちはアジアの強国だとうぬぼれているとどんどん弱くなるだけだと思いますよ。韓国の欠点についてのコメントもたくさん寄せられたな。あまりにも日本ばかり見てるようだけど、他の国も年々レベルアップしているんだから、足元すくわれるなんてことも十分に考えられるわよ。本当だな、日本代表も油断せず着実に勝利をつかんでほしいぜ。そうね、油断せずいつものプレイできればきっと大丈夫よ。続いては、サッカー界のとあるレジェンドの発言がネット上で反響を呼んでいるんだ。おお、なになに？ドイツサッカーのレジェンド、ローター・マテウス氏が、とある中国メディアのインタビューに答えたんだ。そこで、日本代表が掲げる2050年までにワールドカップ優勝という目標について聞くと、それは非常に難しいとの見解を示したんだが、この答えに中国のネット上では賛否両論が飛び交っているんだ。ほう、ズバッと言われちゃったわね。カタールワールドカップでは強豪ドイツ、スペインを破り、16強進出するなどアジアサッカーでトップを走る日本。しかし、マテウス氏は近年のアジアサッカーの成長に驚きつつも、日本のワールドカップ優勝という目標について否定的な見解を示したんだ。日本が30年以内にワールドカップ優勝を目指している？それはとても難しいだろう。続けて、その理由について述べてくれたんだ。優勝は何人かの選手が人並み以上の能力を持っていれば達成できることではなく、チームの23人全員の準備がしっかり整っている必要があるし、さらにはコーチ陣が力を合わせて取り組む必要がある。その他にも運が必要だ。この意見に対して中国の地元ファンからは、オランダはあの豪華な陣容で歴史に残るようなスターがいてもワールドカップで優勝したことがない。日本はスターもいないのにワールドカップなんて夢をどうして見られるのだろう。日本は強いと言ってもベスト16から8のところでうろうろしているといった声が上がったんだ。いろいろ言われてるわね。悔しいけど世界から見れば日本はまだ実力が足りてないわよね。しかしこのマテウス氏の意見に反発する声もあり、日本はサッカーではドイツ、スペインを破り、クロアチアと引き分けた。これは目に見える進歩だし、その他のスポーツでも、例えば野球では強かった米国を破って優勝している。目標を掲げて問題を解決しながら一歩ずつ前進するこのチームを笑うことはできない。そうよ、日本は間違いなく一歩一歩着実に前進してるわ。これがいつかは大きな力となるんだぜ。日本のサッカーはそれでも決しておごり高ぶったり調子に乗ったりはしていない。自分たちでは実力があるだの強いだのとは言わない。優勝の目標を掲げているだけだ。調子に乗ることと夢を持つこととは違う。日本は身体的な面で先天的に欠点がある。これは補いようがないが、選手の協力しようとする意識と能力は世界のトップクラスだ。そうね、日々努力を続けて確実に目標に向けて前進しているんだもの。そうだぜ、自分たちの欠点も認めながらも目標に向かって突き進んでいるんだぜ。俺はそんな日本代表を誇りに思うぜ。私もよ。さらにこのインタビューを見たサッカーファンからは、 J リーグができた時に私は小学生、今の日本代表が世界を驚かせるような勝利をワールドカップ本大会で掴めるようになるとは回想像できなかったし、まさに漫画の世界のストーリーでしかなかった。ベスト8以上や優勝を目指すと言えるようになったこの時代でさえ素晴らしいと思う。昔は夢物語と言われた頃もあったわね。でも今の日本を見てそんなこと言わせたくねえな。確実にレベルアップしていってるぜ。マテウス氏が指摘しているように、強豪国でも優勝するのは難しい当たり前のこと。ただ個人的に思うのは、日本はサッカー全体が欧州や南米と比較して発展途上なので、まだまだ伸び台はあると思うし、今後停滞没落の可能性もあるが、成功した時の化け方は非常に楽しみではある。その先に目標であるワールドカップ優勝があってもいいと思う。大丈夫、日本はまだまだレベルアップできるわよ。ああ、その先にきっとワールドカップ優勝という夢が待ってるんだぜ。何もしなければ可能性はゼロだが、目標に動き出せば可能性はゼロではなくなる。ドイツの英雄に具体的に困難なと言わしめたことは、リップサービスの域を超え次の段階に入ったことを意味してるのではと思ってしまう。この発言は厳しく悔しいものだが、逆に日本サッカーの未来に期待せずにはいられなくなる発言にも思える。
といった日本サッカーの将来に期待するコメントが多かったんだ。厳しいこと言われたけど、それでも目標を目指すことをやめる理由にはならないしね。そんな大きな目標に向かって一歩一歩前進している今の日本代表が私は好きよ。ああ俺もだぜ。それじゃあ次の話題は日本代表ミッドフィールダー久保建英選手についてだぜ。おお、どんな話題かしら。さっき日本代表と韓国代表の比較の話題が出たが、選手個人も比較されているんだ。へえ、そうなのね。今シーズン限りで現役を引退する FC 町田ゼルビアのディフェンダーの太田康介選手が、元日本代表選手であり同級生の内田篤が MC を務めるダゾーンのとある番組にゲスト出演した際に話題に上がったんだぜ。その話題ではミッドフィルダーのイガンイン選手とディフェンダーのキムミンジェ選手が紹介されたんだ。そしてイガンイン選手について、久保建英選手と同じ10歳で日本に渡り、18歳でラ・リーガデビュー。久保選手と同じ2001年生まれで、マジョルカ時代には久保選手と一緒にプレー、親友で非常に仲がいいと紹介されたんだ。その後イガンイン選手と久保選手について太田選手は、すごいなと思いますけど、久保建英選手と比較してみると久保選手の方が何倍もすごい。特にここ最近のプレーを見ていると、久保選手もパリサンジェルマンに入ったらもっとやれると思いますし、相手としては久保選手の方が怖い印象があると見解を述べたんだ。これについてサッカーファンは、わざわざ比較しなくていいよ、タイプも両者は違うし比べる必要はないでしょう。久保選手の方が結果を出してるし、数倍怖い選手なのは分かりきったことだから、といったプレイスタイルの違う2人を比較することに疑問を呈する声が多かったんだ。プレイスタイルが似ているならまだしも、違うのなら比較のしようがないじゃない。そうだな、あまり参考にもならない気がするぜ。そうよね、いまいち意図がつかめないわね。確かにな。おっと、次で最後の話題だ。最後は何かしら。先日のワールドカップアジア2次予選にてシリア戦でも話題になった地上波放送問題についてだぜ。かなり話題になったわね。代表戦が国内放送も配信もされないっていう異常事態となったものね。そうなんだぜ。この問題だが、2次予選の放映権は試合の主催国が持つため、今後も試合ごとに交渉が行われることになっているんだ。そのため今後の2次予選の試合もシリア戦のように地上波では見られない可能性が出てくるのではないかと言われているんだぜ。それは悲しいわね。楽しみが減っちゃうじゃない。負けられない試合でなければ地上波は手が出しにくくなるとまで言われてるくらいだからな。さらに悪いことに、最終予選も地上波での放送はどうなるか不明だ。最終予選も。ああ。だがこっちはスポーツチャンネルダゾーンが2021年にアジアサッカー連盟 AFC と2028年までの長期契約を結んでいるんだ。つまりワールドカップアジア最終予選、男女アジアカップ、チャンピオンズリーグ、フットサルや男女各年代のアジアカップなど AFC 主催大会の放映権を獲得しているってことだぜ。じゃあこれらの試合はダゾーンと契約すれば見れるのね。ああ、その通りだ。しかし地上波では見れない可能性が高いのは深刻な問題だぜ。そうね、今まで通りにはいかなくなっちゃうわね。ちなみにこの話題についてサッカーファンは、ファンとしてはどんな試合でも代表戦は見たい、しかし昨今の状況を考えれば巨額の放映権料を払ってまで JFA が頑張る必要もないと思う。今後も世界的な放映権高騰の流れは止まらない。地上波にこだわるならばその分まで J をはじめとした国内サッカーのアピールに注力すれば良いと思う。私だって代表戦全試合見たいわよ。でもこの悪い流れ断ち切れるのなら時には我慢だってするわ。そうだな、ここ一番の試合が見れないのが一番悲しいしな。カタールワールドカップのアウェー戦も地上波で見れなくてダゾーンに契約した人がいると思います。今回はダゾーンも放送しなかった、今後有料配信で見られるようになったとしてもまた別の動画配信サービスになる可能性がある。その都度契約解約を繰り返せばいいのかもしれないが手続きが面倒。確かに手続きめんどくさいわね。これが影響してサッカー見る人が少なくなりそうだな。サッカー協会がいくら頑張ってもお金大好き FIFA さんが安価で放送することに賛成するとは思えない。ファンじゃない限りサッカーを見ること自体減っていく流れだろう。今後の悪い流れを危惧するようなコメントが多かったぜ。そうね、いつか今までのように日常派でみんなでサッカー中継を楽しめる日は来るのかしらね。そうだな、早くこの問題が解決することを願うばかりだぜ。私も願っているわ。最後まで見てくれてありがとな。チャンネル登録高評価してくれたらいいことあるかもよ。そんなこと言ってあるわけないだろ。うるさいわねー。私が全力で応援してあげるわ。まんじゅうに応援されてもなー。
誰が饅頭人間よ、絶対に食べさせてあげないんだから。最後の最後に怖いこと言って終わらすな。あら、ほんと、また次回の動画もお楽しみに。